新旧用法オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスを伝える番組ゴスペルレディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C-WAVE FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。どんどんクリスマスが近づいてきますね。そうですね。あの9月にね、私クリスマスの準備を始めるっていう話をしたんですけれども、してましたね。その時はなんか笑い話になるぐらい早すぎる感じがしました。いや、そりゃそうでしょう。9月にクリスマスってあんまり聞かないですからねですよね、はい、でもあっという間に11月も半ばでしょ。ずっと毎月毎週のように言ってますからね。私もクリスマスもう9月からずっとカウントダウンしてますからね、はい、そろそろねゴスペルの歌の準備の方は調子が良くなってきたところですけれども、はい、今度はですねプレゼント何もらおうかななんてね。あ、もらう方ですか。あ、もらう方ですね。 あげる方じゃなく あげる方も何が欲しいって聞こうかなと思うので、プレゼントは普通はね、あげる方が優先だと思ったんですけど、もらう方ですか。なかなか難しいじゃないですか。まあ、確かに、ね、だから、うん、もらう方を考えておこうかなみたいな、はい、お誕生日も私どんどん近づいてくるのでね。12月ね。そういえば、はい、のぞむさんもお誕生日も近づいてきますよね。そうですね。何が欲しいか決めましたか。まだです。もうそろそろ決めておくといいと思いますよ、はい、確かに、はい。まあ、こんな風にねクリスマスが近づいてくるとなんだかワクワクすることいっぱいあるなって楽しみですね。今年はコロナ対策を取りながらのクリスマスじゃないですか、はい、いつもと違うクリスマスね、工夫して新しいクリスマスを楽しみたいなと思っています、はい、改めて思うのはね、こうして、こういう時でも一緒にいる家族がいるって幸せだなとか、うん、一緒にいる仲間がいるって幸せだなって思うんですね、うんうん、なので、クリスマスはそういう、一緒にいる人に感謝するクリスマスにしたいなと思っています、はい。まあ、ある人はね、私一人でクリスマス迎えますとか、うん、クリスマスもお仕事ですっていう方がいらっしゃるかもしれませんよね、うん、でもね、クリスマスの主人公ジーザスはいつでもどこでも一緒にいて私たちの心を明るく温かくしてくれるんですよね、はい、なので今年はジーザスを知るクリスマスっていうのもいいかもしれませんね、はい。まあ、それが一番最高のクリスマスなんだと思うんですね。そうですね、それが一番いいですね、はい。ゴスペルレディオステーション、ジーザスのことを歌っている曲をたくさん紹介していきます、うんうん、どうぞ1時間お付き合いください。